はい。皆さんご機嫌いかがでしょうかラファイルです。もうね、数日家から出たんで、髭がね、武将髭なんですけど、ちょっと許してくださいね。えー、っと、今日、あの、なんかこのチャンネルは、あの、ノンデュアリティに興味がある人が多い気がする。なんかノンリュアリティの動画がね、コメントくれたりとか、比較的ね、見てくれてる時間が長いっていうのがね、分析で出るの。だからちょっとノンデュアリティの話を今日も時間があるからしようかな。まあ寝れないだけなんだけど、今結構深夜ですよ、夜のね。 じゃ、撮っちゃいますね。えっとね、またコメント来てました。ありがとうございます。コメントが来てたのは、前回の動画ですね。ノンデュアリティ、家族って何っていう動画で、これはどういうことをちょっと話したかっていうと、結局家族って親とか兄弟とかいますけど、最終的にそれはなんか人間がね、あの、作り出した役割であって幻想であるんじゃないかっていう話ですね。それに、 ついてちょっといろいろお話しして、コメントとかもね、あの、回答をしたんですけど、今回も来てたので、あの、シェアさせていただきますね。えー、っと、クルースさん、あ、ごめんなさい、名前読んじゃった。まあ、いいか。クルースさん、ノンデュアリティ、不思議な世界ですね。確かに、事実だとしても受け入れたくなくて、ムッとする人もたくさんいると思います。確かに。ノンデュアリティという言葉を 事態初めて知ったので、とても興味深く感じます。っていうあのコメントが来てましたね。うん。確かにノンデュアリティってあんまり聞き慣れない言葉ですよね。私もなんか自分がそういう、なんかね、自己を失うっていう体験をして、似たような体験をしてる人いるのかなと思って調べたら、こういうあのー、言葉に出会ったので、それまでは考えたことなかったしね、あのー、知らない言葉でしたね。ノンデュアリティ、 日本語にすると非二元の世界ですね非二元っていうのはもう2つとないってことすべて1つ実は1つってことねそういった世界観のお話なんですけどうーんノンデュアリティねそれが事実ってかどうかは私は言い切れないよだって自分が体験したのがじゃあ脳の錯覚だったりとか幻想逆にそれが幻想だっていう話もあるから まあただそういう世界があったとしてこういうあのトピックについて話題についてお話ししてるからねうん事実だとしても受け入れたくないやっぱり人間って自分自分我を大事にするよねなんか私が結構今占いの仕事を生りにして生活してるんだけどね占いしてて比較的多い悩みっていうのが自分の使命は何ですかとか 自分ってどういうい人間なんですかみたいいななすごい気になるのみんな確かにね私もやっぱり気になってた時がすごくあって今も時たまねなんか自分って何なんだろうってすごい迷っちゃうこともあるんですけどやっぱりなんかその生きてるとさいろいろつきまとうよねその自分の性別とか名前とか職業とか。 生きがいやりがい愛されてるかどうかとか愛してるかどうかとかもうそういった価値観ばっかりでなんか自我っってて忙しいなな思うんですよ。なんかさうんノンデュアリティを体験してこの世を見た時にね今起きてることに意味を付け加えてるのって完全に人間だと思うんだよね。 例えばさ、超自然的なことで言うと、気候、天候ってあるじゃん雨とか、晴れの日とか、曇りとか、日本は四季があって、冬が寒い、夏が暑い、まあ本州はね、そういったあの特徴がありますけど、それをさ、人間っていい天気、悪い天気って表現したりするよね。 でもそれって確実にその人の価値観であって、今起きている超自然的なことに意味をつけてるのは完全に人間だと思う。だって、ねえ、農家さんとかそういった雨が降ってほしい人からしたら悪い天気ではないよね。なんかね、玉ねぎが、変な話していいなんか玉ねぎがめっちゃ値上がりしてんだって、東京に住んでるんだけど私は。あの、それってなんか去年かなんかの、その、 玉ねぎが多くなるときの降水量がすごく北海道で少なくてなんか多分観光的にはすごくいい天気だねって最高のシーズンですねみたいな感じで言われてたと思うただ一方ではそうやって農家さんとかがねあの頭を悩ませてで時間差でこうやって消費者である私たちがあーなんか玉ねぎの値段が2倍近くなってるなーとかさなんか形の悪い玉ねぎが多いなーとか小ぶりだなーとか思っちゃうわけじゃん。 そういういのってなんかすごく、あのー、私からしたら、あのー、あなんかそうやって人間っていい悪いで二元だよねそれこそ二元論で、あのー、識別する動物なんだなって思います犬の話していいですか犬の話なんかさ犬とか私の感覚だよ犬ってすごく、あのー、非二元の世界で生きてないと思う。 それこそノンデュアリティ的な世界を生きていると思っててでそれは何でかっていうとね人間って例えば病気とか事故で足を切断したりすると悲観する人がほとんどでしょ犬ってさなんだろう足を失って手術してねなんか足が前足後ろ足合わせて4本だけど3本になったとしても何ら変わりなく、まあ、言葉喋れないっていうのもあるんだけど 何ら変わりなく現実を受け入れてる気がするんだよね。だから彼らはさ、過去のこととか未来のことっていうことをあまり重要視してなくて、今の連続でしか生きていない気がして、それが非常に私は、うーん動物とか子供とか、言ったら魂のすごく素晴らしい性質だと思う。 それにやっぱりさ、私たちって足を失ってしまうとすごいですね、あの、悲観的になったりとか、他人が足を失ったとしてもやっぱかわいそうだとか、そういう同情を、同情心を持ってしまうじゃん。そういったことが本当にノンデュアリティの世界ではないんだなと思う。で、そういったことをやっぱ受け入れたくないんだよね。足なくなってもじゃあラファエルさんは正気でいられるんですかとか。 例えば、まあ、この間は親が亡くなっても正気でいられるんですかとかだったけど、もうそんなのいっぱいいっぱいあるんだよね。なんだけど、今の連続しかこの世になくて、それに意味をつけてるのが人間だっていうことがあったとしたら、なんかその定義づけとか、そういったものってすごくね、自分を苦しめる要素になると思う。廊下もそうだよね。なんか話止まんないんだけど大丈夫 <laughs> 廊下もそうなんだよね。あの、私今31歳になったの。で、周りの女子の友達とかがすごい30代になって嫌がってたりとかする。それはなんか、やっぱり若い時の自分とか、そういったものを引き合いにして、引き合いに出して、なんか後悔っていうか、嫌なんだろうね。若い時の自分が素晴らしいっていうさ、考え方があるから。ただ、 私から見たら、今目の前にいるのはあなただし、過去のあなたには出会えないし、未来のあなたも見ることができないし、今存在してるのはあなただけなのに、どうしてそんなに悲観的になったりとかするんだろうって思う。これもさ、なんかもう、やっぱり年取った女性の、うーん 焦りだとか、なんか占い、また占いの話になるんだけど、やっぱ結婚の相談も多いんだよね。すごく美しくて、美容姿短麗でね、年齢を重ねて気づいたら自分のその中身や持って生まれた美貌も年齢っていう数字に飲み込まれて非常に結婚が難しくなったっていう相談が多い。なんか私からしたら信じられないけどね。 だって魂は年を取らないでしょそれで過去のあなたを男性は愛せないでしょ女性でもいいけど別にくくりなんかないからねそういったことをすごく考えてしまうあなんかコメントねすごいありがとうございますねコメントしていただいてこのねクルースクルースさんのコメントからめっちゃ話が広がりましたね だからやっぱムッとすると思うよこういう話するとだってそんなんさもう究極の話でもう現実を全然見てないじゃないですかみたいに言われるただ現実って今しかないんだよね過去だって未来だって戻れないし進めないしあなたたちの大好きなあなたたちっていうのは要するに人間ね私たち 私たちの大好きな可視化できないし、目で見ることができない。そんなものに引きずられてるのは幻想ですよ。って言い切ってしまうね。<laughs> うん、と思うんだよね。思ってか感じてる。そんな気がするな。まあ、そういった非人間の話について、今日もちょっとお話しさせていただきました。今の連続なんだよ。今日のテーマ何でしよう ちょっと考えないといけん。<laughs> 今日もちょっとまとまり飲んでない動画ですけど、これで終わります。ありがとうございました。